シーズンも残り3ヶ月、13試合、およそ3分の1です。充実した実りの秋をかけた北東北ダービー、明治安田生命 J3 リーグ2018第21節、ブラウブリッツ秋田対グルージャ盛岡、秋田市の秋銀スタジアムから実況、広田裕二でお送りします。第21節、青のユニフォームが秋田、黒のユニフォームが盛岡。非常に対照的だった前節の両チームです。では秋田3連勝を狙う秋田のスターティングメンバー、ゴールキーパーは松本、フォーメーションは 4-1-4-1、 フォーバック右から藤山、千田、尾本、山田、樹、ワンボランチ日高、トップ下が古田と前山、右ワイド平石、左ワイドに富山、ワントップが藤田です。では盛岡のメンバーです。前節から1人先発が変わりました。今日は15番の安楽が初先発。フォーメーションです。ゴールキーパーは小泉、3-4-2-1 のフォーメーション盛岡。3バックは田中俊、田中翔、福田智也、ボランチ2人は小谷と山田陸、右ワイドに江頭、左ワイドに安楽、2シャドウが谷口と藤沼、ワントップが宮市です。これは谷口抜けるか、宮市が抜けてる、宮市シュート、枠の外、ちょっと力んだか、わずかにシュートがアウトにかかりました。盛岡のシュートは今日これが1本目。今のシーン、強烈なシュートでしたが、わずかに枠の外でした。小谷、シュートを狙う、入った。先制ゴールは前半の18分、盛岡、小谷弘樹の今シーズン2得点目。見事なドライブのかかったミドルシュートでした。完全に押し込んだ状態から前が空いていた小谷、江頭からうまく収めたその小谷、先制ゴールの小谷。いや、しかしここは秋田のボールになる。さあ左利きの藤田はどうするか、パスを選んで前山シュート、クロスバーの上、ループを狙っていきましたがわずかにミートせず。ここはパスできた藤田の選択、前山ダイレクトのシュートでしたがコースを狙いきれませんでした。尾本から逆サイド平石へパスが通る、こぼれて、さあ藤山前には、チームメイト、ゴールキーパー小泉からゴールを奪いました。また盛岡の攻め、藤沼スピードに乗る、藤沼のドリブル中へシュート、こぼれて枠の外。最後はゴールキック、ゴール前に倒れていた宮市に当たったんでしょうか。ただ見事な攻撃でした。藤沼の仕掛け、えぐってからのこのボランチ山田のシュートでした。1人目の交代はトップ下の10番の古田に変えて20番の青島を投入します。こちらが途中出場の青島、秋田3年目。藤田がシュートを狙う、キーパーナイスセーブ、反転からのダイレクトシュート。さすが J1、J2 での多くのキャリアを誇る藤田、ゴールを見ずにこの枠方向に飛ばすシュートでしたが、キーパー小泉も横っ飛び、見事でした。盛岡は後半、風下もゴールキーパーのキックもちょっと戻されます。さあスピードのある中村で追いついて、横には青島、クロスを送る、久留ヘディング、中押し込んだ、青島、
ングの采配ズバリ。途中出場久富のアシスト、決めたのは途中出場青島。そしてクロスは中村でした。交代出場の3人でゴールを取りました。秋田まだ田原レフリーは時計を見ません。森岡に時間は残されている。ここで試合終了のホイッスル。東北ダービー秋田が森岡を逆転で下しました。控えの選手が躍動、まさに全員力。昨シーズンを含めての初めての逆転勝利、秋田今シーズン2度目の3連勝達成。